最近楽しむためにやっているはずのゲームでイライラしてしまいます。そんな時山田さんはどうしてますか？なるほどね。この手の質問は、まあ僕この会社に来ても4年以上になりますけど、よく受けるんですよね。もう答えは簡単ですね。一旦距離を置くですね。これポケモン GO とか全然関係ない、全部のゲームでそうですね。娯楽ですよね。楽しみたいからやってるんですよね。なのに楽しめなくなっちゃってる。どうも山田です。4月のコミュニティデイの内容が発表になりました。もうかと。まあでもよくよく考えたら先月も1個目のコミュニティデイ終わったらすぐ次のねやつ割と発表早かったですよね。メリープということが分かっているのですが、やはりね3月と4月でこのコミュニティデイの中身がちょっとね、いろいろ内容が変わってきております。そしてメリープも今回特別な技を覚えたりだとか、いろんな、こちらお知らせが来ています。またですね、ちょっと山田チャンネルの方ではまだ、補いきれていなかった新しいコスチュームについてのお話、これらのことがね、いくつか、ありました。なので今回はコミュニティデイのお話と、新しいコスチューム、この2点について動画をお話ししていこうと思います。はい、こちらのページですね。ポケモン GO 4月のコミュニティデイはメリープが大量発生と。はい。もうね、メリープかと。ちょっとびっくりでしたね。まあでも電流がね、まだコンプできてない方っていうのもね、きっとライトにやられてるといらっしゃるので、そういった方に向けてるのかなとかね、ちょっと思ったりしました。しました。はい、じゃあ行きましょう。4月のコミュニティデイが発表。よいしょ。今回は、4月の15日ですね。はい。今までがコミュニティデイが月の、こう、末ですよね。月末に行われるようなサイクルだったんですが、まさかの中旬にね、少し前倒しになりました。だから、2月、3月よりも3月、4月の方が、こう、開催までのスパンが短くなった感じですね。2018年4月15日日曜日の12時から15時に、次回のコミュニティデイは開催されます。そして、今回も特別な技をね、電流が覚えてくれるんですが、こちらはまだ発表されていません。おそらくね、直前とかになるんじゃないかなと。そして今回はボーナスですね、が今までとちょっとね、趣向が変わりました。卵孵化の距離が4分の1になります。すごいことですね。4分の1ですよ。半分以下ですよ。半分の半分です。で、さらにルアモジュールが3倍と、これはいつも通りですね。でですね、ちょっと上で話した卵のこの4分の1ってどれくらいの効果なんだというのがこちら、はい、まとまっています。卵孵化の距離4分の1になると、普通の孵化装置とスーパー孵化装置での比較、これ載ってますね。まず、2キロ卵が普通の孵化装置だと、もう4分の1なんで、まあ 0.5 ですね。はい、2キロが4分の1なんで、もうこんな感じになります。そしてスーパー孵化装置だと 0.35、ワオと。ワオって感じですね。ただこれ僕全然おすすめしないですけどね。150メートルを省略するためにスーパー孵化装置って感じじゃないですか。で、次は、5キロ卵ですね。5キロ卵の場合は、孵化装置だと 1.25 キロ、ね、スーパー孵化装置だと 0.825 キロ。なるほど。400メートルか。およそ400メートルほど、省略されました。そして卵10キロの場合は、はい、普通の孵化装置だと 2.5 キロ。美味しい。すぐ孵化しますね、これね。で、これ、驚愕なのはスーパー孵化装置ですね。1.65 ってもう2玉よりも短いんですよ。普通に2玉割るよりも短い距離で10キロ卵が割れちゃうんですよ。いや、これはね、とんでもないことですよ。だから今さ、スーパー孵化装置を使ってちょうど今2キロ卵しか出ないじゃないですか。この期間中にバンバン卵割ってる方って1.3キロなんですけど、あれと同じ、あれよりはもちろんね、350メートル、10キロ卵で言うと、出ないんですけれども、いや、それでもさ、普通の2と5の方がもう瞬殺なんですよ、こんな。瞬殺で割れてくれるんで、何個割れんのよ、みたいな。そういった話なんですよね。だから砂稼ぎとかもね、この火は割と美味しいんじゃないかなと思いました。で、色違いなんですが、おそらく1月、2月、3月の流れから考えると、今回の、メリープも、色違い来てくれると思います。ということで、ちょっと画像の方をね、メリープと、じゃあ、間のね、モココも出してもいいんですけど、ちょっとね、あれなんで、メリープと電流だけ出します。はい。まず、メリープの色違いはこんな色。ポン。
はい、こんな感じですね。普通の色に比べるとね、急にね、ピンクになっちゃうんですね。外が、側がね。そしてメリープが、メリープじゃないわ。そして電流がこんな感じ。はい、ポンと。はい、これもピンクなんですね。可愛らしい。非常に可愛いですね。ピンク系って合うやつと合わないやついるじゃないですか。メリープとか電流はね、これドンピシャですね。まあ、そもそもモココがまあピンク系なんだけど、まあもちろん公式さんから色違い今回入れるよっていう発表はまだありません。ありませんので、出ない可能性っていうのはね、もちろんございます。なので、当日ですね、うちの攻略チーム、そして僕もですね、色違いとか出てる人いたら、まあちょっとリツイートとか、まあ僕自身がゲットしたらばツイートとか、こういうのしていこうかなとは思います。なのでよかったらね、うちの攻略チーム、ゲームウィズの攻略チームの、ツイッター、そして僕のツイッターですね、この辺をフォローしてくれると非常に嬉しいです。で、電流が今回覚える特別な技は何なんだろうなっていうのね、まあそのいろんな方が気になってるところだと思います。まあワイルドボルトとかね、まあその辺来てくれたら、その電流をね、実戦でバン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 使っていけるかなとは思うんですけれども、3月の、ハードプラントが、まあ、今まで実装されていない技だったじゃないですか。だから今回もこの電流用に、新技、今まで誰も覚えなかった技をこう入れてくる可能性っていうのは、まあなきにしもあらずかなと、はい、ちょっと思っております。で、これはもう毎回毎回ね、公式さんもアナウンスしておりますし、まあ動画の方でも一応言った方がいいなと、思ってるんですが、この技の仕様ですよね。12時から15時の間にこう電流が特別な技を覚えている、特別な技を覚えている電流を用意するためには、進化をその時間内にさせないといけません。12時から15時の間ですね。もう15時プンって行った瞬間にもうアウトです。だから14時59分までに進化を終わらせてください。必ず終わらせてください。で、今回は期間が短いので、皆様アイテムの回収急いでやっておきましょう。ゲットのために必要なハイパーボール、そして飴の確保をするために、こう、パイルの実ですね。この辺を重点的に今のうちに集めておくことを、僕はお勧めします。ただ、これ面白いなと思ったのが、前回の不思議種の時ですよね。3月のコミュニティデイ。あれ、多分ポケモンの捕獲率、下がってましたよね。不思議種の、僕、まあ、動画でもね、自分で収録してて、その時はあんま気づかなかったんですけど、あと編集してる時に気づいたのが、リングが、赤くなかったんですよね。まあ、普通だったら、これ、赤いよねっていうようなところ、パイルの実だったら、これ、真っ赤っかだよ、普通、みたいな時でも、黄色とかね、だったんですよ。だから、コミュニティデイの短時間の間に、こう、捕獲しやすいように調整されていた説があって、3月。4月もそうなる可能性はございます。まあ、ちょっとそこはね、当日僕も、プレイしないと、もちろん何とも言えないんですけども、まあ、前回そういったところが、おそらくあったということだけ覚えておいてください。はい、それでは、もう一つの情報いきましょう。新コスチューム。はい、追加されました。各ジムの色の衣装が用意されました。こちらもちょっと見ていきましょう。はい、こちらですね。ジムリーダーアバターが登場。アバターの購入条件と見た目という記事ね、こちら作ってあります。見ていきましょう。今回は赤、青、黄色の3色ですね。3チームのこちらアバターが、出てきました。ということで、自分はこのチームからですというのを今まで以上にアピールすることが、可能ということですね。そしてアバターの購入条件なんですが、今回もメダルですね。バッチが上がっていないといけないんですが、今回はジムリーダーのメダルですね。バッチじゃないか、メダルですね。ジムリーダーのメダルが、どれだけ上がっているかが、今回は購入の条件になっています。ブロンズ、シルバー、ゴールドということでね、銅、銀、金と、3ランクありまして、金まで解放していると、すべて購入することができます。そしてこれが、よいしょ、見た目ですね。こんな感じになってます。青チームが、まあこんな感じですね。はい。そして赤チームがこんな感じ。そしてイエローがこんな感じでございます。はい。インスティンクトの黄色はなんか、かっこいいのか？かっこいいのか？これは。どうなんだろうな。なんかね、赤と青はね、僕、割としっくりきたんですよ。結構かっこいいなと思ったんです。黄色がなんか、なんだ、何が違うんだろう。なんか黄色だけさ、安っぽさないか？赤と青は、あれ、なんかアディダスとか、プーマとかね、そういったところがちゃんと出してるのかなと思うんですけど、黄色だけなんかなんだろうな。
ドンキかなみたいな、ドンキで買ったのかなみたいな、なんかそんな印象に、なんかなっちゃいますね。まあいいんですけど、はい。ということで今回のアバターが、金額がねこんな感じですね、全部集めるのに、ポケコインが570か、570ポケコイン必要とのことでした。まあ、 購入は任意ですのでね、これが欲しいという方は買えば、いいのかなと思っております。でですね、私山田ね、これね購入しようと思ったんですよ、購入しようと思ったんです。でもね、その時に気づいたんですよね、僕これゴールド行ってねえっていう事実ね。あ、でも多分俺行ってなかっただろうなって思ったんですよ。まあ、なぜかというとですね、僕マジでジム置きをしないんですよ。してなかった。本当にもうこれは、あ、前も動画で言ったね、結構前だから、もう忘れてる方とか、その動画を見てない方もいらっしゃると思うんで、もうお話するんですけど、僕ねジム置きマジでしないです。理由は簡単で、まあすぐ落ちちゃうから回復アイテムもったいなって思っちゃうレベルですぐ落ちちゃうんですよ。活動の仕方が近い人はわかると思うんですけど、僕って都内なんですよね。都内のポケ活をするのって基本的には本当に都心というか、その人が多いところでやるんですよ、ポケ活を。で、ジムとかもちろん挑戦するし、そのジムのレベル、バッジを、僕はレベルを上げたいからジムには挑戦はするんですけど、その時の基本的な戦法が、もう、とにかく粘ってくれるようなジムでバン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 攻撃して、で、亡くなったと、さら地になったと、100年100稼ぎたいから、すごくすぐ倒せるようなポケモンだけ振っておいて、100経験値だけもらって、あとどなたかどうぞみたいな。で、落ちたら、あ、落ちましたね、あ、6名入られましたね、あ、わかりました、もう一回やらせていただきますみたいな感じで、経験値を僕は稼ぐのがメインなんですよ。そうやってたらね、マジ全然稼げてなかったですね。ただ今回ちょっとトップスがさ、買えないのすごい悔しいので、ちょっと防衛頑張ってみようと思います、今日からね。普通のジム戦やった後に弱っちいやつを置かないで、ちょっと耐久性の高いポケモン、まあそれこそハピナスとかカビゴンとかね、ああいうやつらを置くのと、あとちょっとあれかな、防衛できそうなところまで足を伸ばしてみるっていうのも手ですよね。はい、ということで今回は新しい要素についてのお話、そして来月作るコミュニティデイのお話でした。またね、いろいろ判明してきた段階でちょっとね、いろいろと、今回も、また過失で動画ね、コミュニティデイとかのことはやっていこうと思います。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあ今回はこの辺で終わろうと思います。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。そんな時山田さんはどうしてますか？なるほどね。この手の質問は、まあ、僕この会社に来ても4年以上になりますけど、よく受けるんですよね。もう答えは簡単ですね。一旦距離を置くですね。まあ本当にもうこれポケモン GO とか全然関係ない、全部のゲームでそうですね、娯楽ですよね。楽しみたいからやってるんですよね。なのに楽しめなくなっちゃってる、ワクワクよりもイライラの方が上になっちゃってる。じゃあもうこれ娯楽じゃないんですよね、ストレスになっちゃってるんですよね。だったら一回離脱した方がいいですね。だからそうですね、僕も全然そんな感じでやってます。このゲームをなんていうかな、悔しいとかとストレスってちょっとこう密接なんだけど、受けなきゃいけない時もあるんですよね。上手くなるためにはある程度悔しい思いとか、あと成長するために必要なこういろんな環境とかねあって、これがイライラにつながってる時っていうのはあるんですけど、これを耐えた先に成長が待ってるとか、もっと上手い自分がいる、新しいその世界が見えるとかだったならば耐えられるんですよ。そこへのモチベーションがあるから、これがなくなっちゃってるな俺って思った時は僕は離脱します。離脱って言ってもゲームを引退するとかじゃなくて、一定のね期間、もう本当その夜だけ一回、もう今日はやらないとか、もしくは 2,3 日ちょっといいや、ゆったりでいいじゃんみたいな、なんかログインボーナスだけにしとこうとか、そういう風にねやってます。でこんな時にそれでもなんかもったいないなとか、ログインボーナスじゃなくて
あのイベントやんなきゃ、あのポケモン捕まえなきゃ、ポケモン GO だったねって思ったりとか、なんだろうな、こう待ってる間にこう嫌だなって思う感情があったらならばやった方がいいです。ただしやんなきゃダメかもっていう脅迫観念だったならば、僕はちょっとなんか麻痺ってるので、そうなっちゃってる方は一旦やっぱり休憩した方が僕はいいと思います。最近ゲームも e スポーツって言われ、こう競技としてね成立している、それをプロとして仕事にしている方々っていうのも多くいますが、多分この動画を見ている方の多くの人は趣味とか娯楽でやってると思います。趣味娯楽でやっている方はそこまで根を詰めてやらないという選択は全然あるということを覚えておいていただけると嬉しいです。オープニングが長かったな、本編いきましょう。